ここはね、あの、ウォーカザルで初手でぶっ殺せるから、ちょっと経験値を稼ぎたい。息わらし、全然レベルが、ね。経験値を上げつつ、よっ、こうしね、エイチコですが実は海水も混じってますよと、ね、ユクシーというポケモンですね。人々が、物事を解決する知恵が生まれた。ここは誰かな。すごい代物ですね。洞窟が現れましたよ。と、今時空の歪みが発生しそうだって来たね。寒気が、あー、お前か。悪呪い狐ということで、ね、捕まえたいんだけど、さあ初手電磁波聞いてくれますかね。ポキョーン、ゾロワーク翡翠の姿、ユケリアコイル、耐えれるだろう。力技の、ね、痛い。しびれる。悪いだろ、積むのやめろ。ゴーストが入ってるのか、効果なしがあるから。抜群ならやっちゃうか。多分レベル差もあるから抜群でもやりきらないと思うんだけど、そんな威力高い技でもないし。力は待って、やり直し、ユゲリア来い、裏にすぐよし、ナイスタイ、はい、よかった。霜焼けはダメージ、焼けの感じなんだ。さあどうしよう。ちょっと威力を弱めるために、いや、よく威力をちょっと弱めよう。早技、吸うのでちょうどよかったかもしれないけど、まあまあまあ、あの、スリップダメージ、あとは死ぬ前に捕まってみよう。怒ってる。あと1回、2回、
よし。オッケー。ドラーク飯取ったり。もうね、レアコイルは嫌でしょうがないだろうね。俺また死ぬ役っすか。レンジ発火って死ぬ役っすか。ね、呪い狐、恨みを持ったポケモン。小さい頃聞いたことがある。ゴン狐の親戚かな。ゴン、お前だった。ちゃーん、嫌いよっと。さあ、ユクシーの試練は何なんだよ。あー、知識を問う。近くに寄れ。知識やめて、俺ポケモンの知識曖昧なんだよ。ミツハニー、ズバッと、アンノーン、レアコイル、サマヨール、はいはい、瞳はそれぞれいくつか順番に並べて答えよう。質問、ミツハニー、ミツハニーはあれだよね、 2×3 だから6個。ミツハニーが6個、ズバッとが0だよね。アンノーンは1個、レアコイルは 1×で3か。サマヨール、サマヨールも1か、普通に2かな。こうかな、一旦やめて。ちょっと待って、うん、とりあえずレアコイルは今いるからね。レアコイル、1113だよね、うん、サマヨール、さてだいぶ上だな。サマヨールも1なんだ。アンノーンは、アンノーンも1だよね。サマヨールが1、まあミツハニ、ミツハニだいぶ下やな。26やね。順番に並べてってそういうこと。ミツハニ6、0、1、3、1。世界をつなぐために心の一部を授ける。合ってた。ユクシーの爪、うん、でもズバッとってさ、目実はあるかもしんないよね。だって進化したら目生えるの、隠れてるだけじゃないのっていうのはあるけど。3つのすべてこなした、すごい。ね、湖を巡る試練終えましたね。60131ロオイサイ、関係ないな。ね、小木戸さんの話では霧の遺跡に向かいましょう。なんか語呂合わせになってるのかと思ったけど、そういうわけでもなさそうだね。何これ絵がなんかモンハンチックな絵が。霧の遺跡、左上なんだ、猿っぽいけどな。バスラオ、これあれかな、キャプテンたちか。2、4、5、9だね。
自分たち人の世界、ポケモンの世界、神話の世界が交わるにはこういう舞台が必要なんですかね。何をすればいいのやら。さあ小人さんがやってきた。大丈夫？年じゃないですか。3つ揃った時に、来るなんて空から見ていたの。なかなかすごいポケモンが助けてくれるんでな。あ、一番下に10匹目もいたね。知らぬ存ぜぬ。世界をつなぐとされる神具だぞ。人につけるわけがなかろうて。じゃあどうすんの。3人に勝てるわけないだろう。お、鎖作ってくれそうだね。あ、鎖だ。赤い鎖を授かりました。赤い鎖は授かり物って言いますから。私たち一族が守ってきた約束、真実だったね。長年の肩の荷が下りたわ。ですが世間はまずいことになってますよ。一応紹介の仲間から得た情報ですが、銀河団のボス、調査を待たずして天眼山に登る。で、僕さん、血迷ったの。赤い鎖を得たことをご存じないんですからね、と。遅かったか。お待たせ。お帰りなさい。ただま、ね、島星隊長が食べる芋餅の量も減ってね。隊長に報告してくる。博士。博士は翔也のことを案じてましたよ、と。案じてましたが、翔くんほどではないです。そんなことない。ね、大人が照れ隠しの嘘をつくのはいけないと思います。大人なんだ。しかも、体調は？って。仕事が山積みで、ね、待ってるから。団長はどこに？ね、警備隊と共に天眼山に行っております。する。ね、ピカチュウを門番としていました。だからガバ警備だったのか。ただま、野垂れ人など命令よく守った。隊長のおかげです。理解不能。ケイシーが勝手にやったことよ。確認するね。有用な情報を得たから帰ってきたんだな。間違いないな。間違いない。赤い鎖、赤い鎖の説明しました。なんか赤いっす。電木団長は寿村にはいない、ね、物見の警備隊より時空の裂け目、その向こうにポケモンらしき鍵が見えたとの報告あり。万が一に備え警備隊と共に天眼山山頂に向かわれた。ダイパの時は天眼山の山頂で、パッケージのね、どっちかの伝説ポケモンが出たけど、さあどうなる、ね、隊長として命令する。調査隊の一員として天眼山に赴き、赤い鎖にて事態を収めてこい。いいんですか。留守を預ける方が悪い。僕も行くのですよ。調査隊ですからね。行くなとは言っていない。さあ誰がいるんですかね。報告17。給料もらえねえ。あーでもだいぶ進んだね。6つ星になるまでもうちょっとぐらいになってる。
そしていろいろ追加されているようだ。あっと、ルカリオ、なんでルカリオ、なんでルカリオ、なんで、クワン、どうかしたのかい、ルカリオ。ルカリオっつったらゲンさん。ハク、私はハク。君は、あ、私はチヒ、セン。違うやつや、違う作品や。クワン、ルカリオ、クワン、君から波動を感じたようだね。勝負してくれるなら訓練所へようこそ、鋼鉄のルカリオ。まあ、ね、初手、焼いて終わりですね。天眼山の頂上を目指して行くぞー。なんかないの、目玉商品あるよ、ガラクリ箱。ちょっと待って、俺今給料出ないんでね。手持ちの金しかない、379円しかないけど、ガラクリ箱買う買う、お金が足りませんね、売り切れたらめんごめんご。ちょっと待って、今給料もらえないんでね、クビになったんで。違うわ、売るのはこの人じゃない、売却、お金あったっけな。うーん、星の砂を19個売ればきつい、やっぱ給料ないとつらいわ。ということでね、あのクビになったタイミングで図鑑進めはしない方がいいですね、給料もらえないんで。早くクリアしてね、調査団に戻ってから給料もらえるタイミングで図鑑を進めよう。にしてもレベルが低い。で、電木さんは天眼山だ。大人なのに聞き分けねえの、ね、追い出したこととか全部叱りつけないとね。私は真珠団の王様、空間を司る神王様を崇める者、ね、どこにだって行く、伝木さん止めに行く。サバガシ、あ、ちっちゃい子、あんた村を追い出されても村のために調査してたんだろう。そうだよ、そりゃみんなのために赤い鎖を見つけたんですからね。そうですとも、調査隊は村の皆さんのため、そしてポケモンと仲良くできるよう彼らを調べているのですよ。ありがとう、お手上げ中。金かな、元気の鎌足り。三つ命令する。一つ、山頂ベースから神王神殿へと向かえ。2つ、赤い鎖にて事態を収める。3つ、無事帰還せよ。合点承知のスキー。